あ、平田です。よろしくお願いします。今日はなんていうかいわゆるファインアートというかいわゆる美術の方ばっかりでアウェー感満載なんですけどちょっと演劇も頑張ってますよっていうところを見せなきゃいけないのでちょっと頑張ってプレゼンをしたいと思いますが、私は南ご紹介いただいたように南相馬に今回は行きました。いわきはですね、いわき総合高校、の演劇コースというのがありまして、東北で唯一本格的に演劇を学べるコースがあって、いわきの方はよくご存知かと思いますが、そこの立ち上げからずっと10年、ほぼ毎年だいたい1年に2日ぐらいは授業に来て、それから講師派遣のお手伝いなんかもしてきました。その話はまた最後にもちょっと触れたいと思いますが、福島県でも福島市のコムコム館の方でもですね、6年ぐらいずっと高校演劇の指導をしてきたりして、そういう震災とは関係なくご縁があったんですが、今年はこの、プロジェクトの方から南相馬に行くように言われて、で何ができるかと言われたので、もちろん一般向けのワークショップは普通にできるんですが、普段もやってることなので、あとは小学校と中学校 の、 国語の教科書を作る仕事をしてまして、国語の授業の中で演劇をやるという、プログラムを持っているので、やれますよという話をしました。でただですね、小学生はいいんですけど、国内外、海外でもたくさんワークショップやってきましたけど、日本の中学生が一番強敵なんですね。もう本当にちゃんとやってくれなくて、みんな思春期なんで恥ずかしがっちゃうんですね。一つにはですね、世界中どこでもそれは13歳は思春期なんですけど、日本の場合には先進国の中で唯一その小学校に演劇的な授業がほとんどなくて、から中高よりハイスクールに選択必修で演劇がないほとんど唯一の国なので、慣れてないっていうことはありますね。いくら恥ずかしがり屋の子でも恥ずかしいから美術の授業で絵描かないって子はいないと思うんですね。その恥ずかしいから笛吹かないって子もいないと思うんですけど、演劇だけは恥ずかしいからやらないっていうのがありみたいな雰囲気になってしまうんですね。それ非常に悔しいんですけど、でも福島県の方にはですね、そうやっても大変なんで、中学生は小学校にしてくださいって言ってあったんですけど、なぜかいつの間にか中学校にされてしまって、もうすごい行くまで憂鬱で、それでやっぱり被災地の相当厳しい体験をしてきた中学1年生に演劇の授業をやるっていうのもすごく行くまで憂鬱だったんですけど、非常にいい学校でですね、楽しく授業はできました。これは授業の風景ですけど、あと今日先ほども言いましたけど、美術はですね、もともとが止まったものを見るものなんでいいんですけど、演劇はこう止まった画像を見てもちょっとも楽しそうじゃないですね。ちょっと残念なんですが、それでみんなこれ制服で色味もみんな一緒なんで、これ真ん中が発表してる子たちで、これを発表してる子たちで周りが見てる子たちで、笑ってますから楽しい内容なんだってことは分かる。動画を持ってこられればよかったんですけど、ちょっと失敗しましたね。演劇が動いてないとあんま面白くないですね。で、何をやったかってことだけちょっとご報告をしたいと思います。これは教科書なんですけれども、これ中学2年生向けに書いたものですね。で、スキットと呼ばれる、簡単な台本があって、まずこれを1時間目にはやってみます。班、最初から6人なし7人の班を作っておいてもらって、で、役を決めますね。役は先生と転校生と生徒1、2、3、4、あるいは5。これ普段僕が使ってる、授業で使ってるプリントですね。これはたまたま、これどこかな、熊本でやった授業なんで、熊本は初めてなのでって書いてありますけど、もちろんここ福島県は初めてなのでに変えて持っていきました。ちょっと見てみると、6人用とか7人用っていうのがあって、で、朝の教室生徒たちが登校してくる、教室はワイワイとうるさい、生徒4、ねえねえ昨日バツバツバツ見た、
ちなみにですね、教科書の方は生徒1で、ね、昨日バツバツバツ見たんだって言って、教科書は生徒1になってる、僕の授業のプリントは生徒4になってるんですけど、これは何でかっていうと、中学生でさっき言ったように思春期ですごい照れ屋さんなので、生徒1が最初にあると誰も生徒1をやりたがらないんですね。で、最初に生徒4にしとくと中学生わけわかんなくなって一応じゃんけんで決めてくれるって、こう細かい工夫がいろいろあるんですけど、でねえねえ昨日バツバツバツ見たら、このバツバツバツにはテレビ番組の名前が入ります。で、まあ、ここでちょっとフィクションとは何かっていう話をするんですね。で、要するに今日の授業は嘘をついてもいいですよと、普段の授業だと、まあ、嘘をつくと先生に怒られるんだけど、まあ、今日は多分嘘をうまくついた、演劇の授業なんで嘘をうまくついた子が多分褒められますよっていう話をします。だから昨日本当に見た番組でもいいんだけれども、自分の好きなテレビ番組でもいいし、友達と相談して決めてもいいよっていう話をします。で、まあ、見た見てない、なんだよしょうがないじゃんか、親が、泣いた見てたんだから、これ本当は親ではダメで、このプリントで親父がプロ野球見てたんだからってなってるんですけど、ここ親父って出てきますね。で、ここで、まあ、生徒たちに聞くわけですね。親父って出てきたけど、君たちは、自分のお父さんやお母さんのことを友達に言うときに、まあ、何て言いますか、まあ、そうすると、まあ、お父さんっていう子もいれば、父さんっていう子もいれば、まあ、パパっていう子は、まあ、いますね。で、父上っていう子いるって、まあ、一応ここ笑いを取るところなんですけど、滑ると悲惨なことになるんですが、南相馬で受けたんでよかったんですが、それで、じゃあ自分の、に変えていいよ、まあ、これ親父ってこう大きくバツつけて、隣お父さんって呼ぶならお父さんがプロ野球見てたんだから、プロ野球も変えていいよと、今ちょっとシーズンじゃないし、で、ただしさっき言ったように嘘でもいいんだよね、フィクションだから嘘でもいいんで、じゃあ父上でもいいよ、父上って変えてもいいよ、ただ滑ると悲惨だから気をつけてねみたいな話をまするわけですね。それから次に惰性もだからこれ嫌だとかかっこ悪いとか変えてもいい。惰性はですね、ちなみにちょっと国語の教科書に惰性はさすがに無理ですってなって、つまんないのっていうふうにつまんなく変えられてしまったんですね、これで。で、その後私も見た、私って出てくるので、また、じゃあ今度自分は何のことは何て言うだろう、俺、僕、私、うち、まあいろいろあるよね、でどんどん変えていくわけですね。で、まあここら辺、先生が転校生を連れてきます。で、おはようございます。今日はまず皆さんに転校生を紹介します。長野から来た〇〇さんです。〇〇さん自己紹介してください。〇〇とかバツバツには人の名前が入ります。で、長野から来たまるまるで父の仕事の都合で引っ越してきました。熊本を始めたのでよろしくお願いします。まあ、ここがですね、これは熊本でやった授業なので熊本で長野になってるんですけど、これこの後ですね、趣味は何ですか、もっと面白いこと消し静かに、前の学校でスキー部にいました、これ長野バージョンなんですね。ただこれ東北地方でやってもあまりスキーとか面白くないんで、一応寒冷地仕様っていうのがあって、それを沖縄から来て水泳部に行って沖縄で半年ぐらい泳げるからねみたいな、で今回の南相馬でもそういうテキストを使いました。でこれ全部どんどん変えていくんですね、みんな変えていって、で発表します。で今回は、中学生が大変、中学校が大変なの、物理的に大変なこともあって、小学校だと大抵今1学年2クラスとかが多いんで、2クラスだと、まあ、いっぺんに4コマぐらいもらえると午前中いっぺんにやればもう済むんですけど、南相馬の春町に4クラスあったんですね。4クラスっていうのはちょっとすごくめったにないケースで、2クラスごとに分けてもらって、で1時間目、合同で50人かな、50人合同で、1回やって、1時間目これやって、で発表しました。でまた別の日に行って、また別の2組合同で発表しました。で後で言いますけれども、その後作品を作って、2週間ぐらい入って作品を作って、で全体で1学年合同で、発表すると、1クラスが4チームあるので、16個の芝居ができたんですね。で、まあ、1時間目の発表の話を戻しますと、まあ、これもですね結構中学生なんで、まだ変えるのどんどん変えるのが面白くなっちゃって、中途半端に変える
チームが出てきて、こう長野から来たっていうのは、例えばまあ、このテキストで言うとですね、長野から来たっていうのは静岡に帰るとかっていう班が出てくるわけです。それはいいんですけど、で趣味は何ですか、もっと面白くて、静かに、前の学校でスキー部にいました、まあ、静岡でもスキー部ある学校あるかなと思うんですけど、そのうちに、スキーってうまいの、そんなうまくないけど、でもスキー部だったんでしょ、静岡じゃみんなやるからって言うと、ってなるんですね。そうするとこういう班が出てくるとすごいありがたくて、ちょっと今の変だったよねって話になって、要するに嘘っていうのはこう一回つくと、あと全部ずっと突き通さないとすぐバレちゃうんだよねっていう話をまあできるわけですね。そうするとまあとにかく1時間目にこの発表のところまでやって、まあ、劇の構造とかそれから見る見られるという関係を作ると、まあ、2時間目今度はこの作る段になって、まあ、みんな一生懸命やるわけですね。で今度は、まあ、転校生がどこから来たか、まあ、先生が来る前何の話をするか、転校生の自己紹介、それから、転校生にどんな質問をするか、それ先生がいなくなってからどんな話をするかを、まあ、みんなで考えて、で3時間目に発表するという、まあ、これだけの授業です。まあ、実際にはですから、南相馬に3回入って、2クラスで、1時間目の発表と、作り始めるところまでやって、あと作っておいてもらって、3回目に僕が行った時に、まあ、最後の仕上げの練習をして、で全クラス発表っていうところまでをやりました。で、まあ大変うまくいったんですけど、ちょっと、多分中学校になった理由とか、その4クラスやんなきゃいけなかった理由っていうのは事情は分かんないんですけど、まあ、よくあるケースとして受け入れ側がなかなか見つからないっていうことがあって、まあやっぱり演劇、なんで演劇で学校の授業なんですかってことをずっとよく言われてきたんですね。で私たちからすると、まあ、ヨーロッパで普通にそういうことをやっているので、なんでダメなんですかっていう感じなんですけど、まあ、それをなかなか、まあ、受け入れていただけないことがありますね。まあ、私の場合には、国語の教科書を書いていて、まあ、教科書を書いてる人間が学校に行くっていうのはまあ、めったにないことなので、まあ、大体受け入れてくださるんですけど、なかなか難しいですね。でこれ実際いわきでもですね、震災の直後に、まあ、こういったまあ、最近はこういうのコミュニケーション教育とかアクティブラーニングというんですけれども、これまあやりましょうということで、まあ、文科省もたくさんの予算つけたんですけど、なかなかやっぱりいわきでも手が上がらなかったんですね。で2012年の2月ぐらいだと思いますけれども、もともと市教委に知り合いもいたもんですから、先生方対象のワークショップをいわきでは僕がやって、で、まあ、こういうことをやって、こういう意味付けがあって全国でもこういうことが起こってるんですよみたいなことを紹介して、まあ、その後ですね、十数校いわき市内では手を挙げていただいて、まあ、今たくさんいわき市内の小中学校では結構こういう授業が行われています。でまあ大抵うまくいくんですけど、教科書を作る段階では結構ご批判もあってですね、これ授業じゃないんじゃないかっていう批判もあったんですね。で教えるものが何もないっていうわけです。で僕はずっとこう教えないでくださいっていうふうに言ってきたんですけど、この授業の、まあ、国語の授業としての眼目はですね、子どもたちだけで話をしている時と、先生が入ってきた時と、先生はいないんだけど転校生というちょっとした他者がいる時で、子どもたちの話し言葉のモードが少しずつ変わっていくんですね。でその変わり方も子どもたち一人一人違うので、そういうところから話し言葉の多様性に、まあ、関心を持ってもらうというのは一応国語の授業としての眼目なんですけど、これは今までの従来型の国語の授業のように、ほら先生が入ってきたんだからそんな言葉遣いじゃダメでしょっていうふうに大人のこう言語規範をですね先に押し付けてしまうと、まあ、もう子どもの学びの機会がなくなってしまうわけですね。まあ、ずっと教えないでくださいって言ってきたんですけど、まあ、逆に僕は公教育の中に入って15、6年ですけど、まあ、最初の頃ですね、まあ、何より驚いたのは学校の先生がすごい教えたがるっていうことなんですね。ものすごい教えたがるんですね。もう教えないと不安になっちゃうんですよね。でも表現教育っていうのはやっぱりその子どもたちの側から表現が出てくるのを待つ勇気が必要なんで、まあ、多分僕も藤さんも日比野さんもアーティストなんで、待つっていうか別に適当にやらせとくっていう感じなんだと思うんですが、私たちにとっては当たり前のことがなかなかやっぱり先生方にはできないっていうところありますね。でそこは、まあ、私たちアーティストが学校に入っていく一つの大きな意味だとも思うわけです。
で実際にあの事業がどうなるかっていうと、まあ、これ南相馬でもあったんですけど、まあこの2時間目のですね、この作るところがまあ最大のハイライトなんですね。子どもたちにとっては発表する時間がハイライトなんですけど、実際にそのまあ学校の授業として捉えると、この作るっていう部分に一番こう国語教育 の, あのいろんなものが集約されているわけです。で、まあ、僕はできるだけこうあまり関与しないようにするんですけど、まあ、そうは言っても停滞している班にはアドバイスをしなきゃいけないので、例えば、先生が来るまで何の話をするか決まんないとかありますね。でその班に、何話すっていうと、みんな大体シーンとしちゃうんですね。でもあの何話したとか、今朝何話したっていうと、まあ、みんな必ず何か話してるわけで、まあ、何か書くわけですよね。でこの、まあ、演劇を使った国語の授業で、まあ、現場の先生方、今回の南相馬の特に校長先生なとか教頭先生なんかすごい驚かれてたのは、やっぱ普段あんまり喋らない子とか授業の中で発表しない子も、まあ、必ず自分のセリフは自分で書くんですね。話し言葉なので、本来書き言葉よりもハードルが低いはずなので、まあ、大体自分で書きますね。学力とあまり関係なく書くっていうところが、まあ、これのこの授業 の, あの面白いところなんですけど、でだから何話したっていうと、まあ、大体あのこうなんか出てくるわけですね。で、まあ、大体優等生的な子があのじゃあ宿題の話しますとか、まあ、運動会近いので運動会の話しますとか、いろいろ決まっていくんですけど、あのやっぱり喋らない子もいるわけですよね。で喋らない子に、じゃあ君などうするとか、君何今朝何話したとかっていうと、話さないって子がいるんですね。話さない、寝てるから。で、ああいいねいいね、じゃあ寝てる子も作ろうってなるわけです。でまた他の子に聞くと、あのいないっていう子もいるんですね。あの遅刻ギリギリに来るから、いないいないから、あの人が何喋ってるか知らない。ああいいねいいね、じゃあ遅刻してくる子も作ろうってなるわけです。まあ、実際にそういう班も南相馬の原町についてもあったんですけど、でそうすると、で最後発表の段になると、みんながみんな宿題の話してる班よりも、宿題の話してるやつの場でこう突っ伏して寝てるやつもいれば、あのやばいやばいって途中からこう遅刻して入ってくるやつもいる班の方が、演劇としては圧倒的に面白くなります。でその時に子どもたちは初めて、そのあ、喋らないってことも表現なのか、あるいはいないってことも表現なのかもしれないってことに、まあ気がついてくれるわけですよね。まあ、あの要するに表現っていうものの概念がこうぐっとこう子どもたちの中で広がるような瞬間がこうあるわけです。ただこれはですね、やっぱり従来の国語の授業からすると、まあ、逸脱したものですね。今日先生方もいらっしゃってると思いますが、あの文科省が定める国語教育の柱は4つです。読む、書く、聞く、話すですね。読む、書く、聞く、話す、話さないっていうのはないんです。でまして読む、書く、聞く、話す、話さない、いないってなったら、これもう授業じゃなくなっちゃいますから。でも私たちアーティストからすれば、特に演劇人からすれば、話さないというのは立派な表現ですね。いないということも表現なんですよね。で、まあ私たちアーティストがその学校教育の中に入っていくのは、まあ、そういうふうに、まあ、従来型 の, その授業に揺さぶりをかけるというのが、まあ、最大の役割かと思っています。まあ、今回その他のプロジェクトと の,、まああの違いで言えばですね、その、私自身がそういうことをやってきたので、まあ、学校教育 の, その、まあ、国語の授業の中にしっかり入っていくということが、まあ、あのできて、まああのまあ、校長先生も多分なんだかなと思いながら多分受け入れていただいたんだと思うんですけど、まあ、すごく喜んでくださって、まあ、毎回行くたんびに教員のあの見学がどんどん数が増えて、あのこ教員もう絶対これ教員に見せないとダメですみたいに校長先生が言ってくださって、まあ、そういう点でもあの非常にあのいい公開授業ができたかなと思っております。後でまたシンポジウムの時に話すと思いますので、大体このところで終わりにしたいと思います。ありがとうございます。